急ごう。さあ、行こう。力強くなっちゃった。この人が最初の。この地で樹陰聖殿を発見したパラフィトス様は、壁に刻まれた古代文字を解析し、それを術として昇華されたと語られている。天才ですね、天才。ここで行き止まりか。ああ、ここが樹陰聖殿の最奥部だ。館長、何か見つけたのか。電磁波です。つまりここには電気が流れています。電気？珍しくもなんともないだろう。ここはフェイクリードです。そうだった、すまん。クロノスの研究員から受け取ったカードを出してください。ビクトルはこれ知ってた？いや、私も今驚いてる。なんかいかにも罠っていうか怪しさいっぱいですね。メディア、待って！なんなのここ。なんだかすごいところに出たわね。館長、ここは不自然です。ああ、ものすごい違和感だ。地下空洞というより大気のない小惑星の上にいるみたいだ。リリア！フィデル、私ここ知ってる。知ってる？どういうことだ。何かあります。遠くから見たのとはだいぶ印象が違う。こんなものが樹陰聖殿の地下に。館長、これは。ああ、映像でしか見たことがなかったが。リリア、気をつけろ。思い出したんだな。私は普通の人間ではなかったのね。私は人工的に作られ、人殺しの道具として使われる人生のはずだった。それがどうした。え、不幸な生まれ方をした人なんてたくさんいる。リリアよりもっと不幸な人だって。大切なのはどう生まれたかじゃない、どう生きるかだ。ありがとう、フィデル。ありがとう、みんな。私にはみんながいてくれた。でも、お姉ちゃんには誰もいない。私は、お姉ちゃんを助けたい。それには、みんなの力が必要です。お願いします。私に力を貸してください。早く行くぞ。助けるんだろ、フィリアを。絶対に。